最後の一句は森外の小説。1915年10月に中央公論に発表された。原文3年大阪の船乗り業桂ツラの主人、太郎兵衛は知人の不正をこむる形で死罪となった。悲嘆に暮れる家族の中で、長女の一は父の無罪を信じ、単身、大阪西町武奉行、笹又志郎に除名の願書を出し、 父の代わりに自身と兄弟たちを死罪にするよう申し立てる。少女の大胆な行為に背後関係を疑った奉行は大阪城代に相談、女房と子供たちをシラスに呼び寄せ、攻め道具を並べて白状させようとする。シラスで、笹は一人和ズに事情を聞くが、一だけは祖母の話から事情を聞き父の無罪を確信したこと、自身を殺して、 父を助けて欲しいことを理路整然と答える。なおも、お前の申し立てには、嘘はあるまいな、と笹が拷問をほのめかして尋ねても、一は、まいはございませんと毅然と答え、なおも、お前の願いを聞いて、父を許せば、お前たちは殺される。父の顔を見なくなるが良いか。との問いに、一は冷静に。 よろしゅうございます。そして、お神のことには、前はございます前からと付け加えた。この犯行の念を込めた最後の一句は役人たちを驚かせるが、同時に、娘の行進にも感じさせられることになった。そして、太郎兵衛は、宮中の桜町天皇大上会執行を名目に、死罪を免れるのであった。原作は、 大田色三人の随筆、一は一言で、王外がアレンジを施した。題名となった、一の、お上の、の言葉は原作にはなく、王外の創作である。この作が執筆されたのは1913年9月17日で、あるが、その前日、王外は、新聞記者に、陸軍の引退を表明している。当時王外は、軍内でも孤立しており、 老来ことか感情を薄という監視を作るなど不満が蓄積していた。そんな思いが作中における一の官僚批判の一句として表されている。この作に見られる批判の姿勢はこの後の高瀬船にも受け継がれていく。ありがとうございます。